皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、3熱トリートメントで朝のスタイリングが5分縮まる施術工程をご紹介します。今回も、僕のお客様の施術工程をお見せしながら解説していきたいと思います。じゃあまず、お客様の髪質なんですけれども、硬さ的には結構普通の硬さ で少しちょっと癖があったりとか、あとはやっぱりこうちょっとねブリーチをしてるっていう部分もあったりとか、まあロングヘアということで、少しね乾燥だったりとかパサつきがあるような状態、ちょっと枝毛も出てるような状態です。オーダーとしてはもうなるべくね朝のスタイリング時間を短くしたい、そしてねもう髪の毛をとにかく綺麗に見せたいで、宿毛矯正をちょっとしたいということで、ご来店だったんですけれども、髪質をねを見させていただいて、僕だったらちょっと3熱トリートメントで、やる方が、まあ、髪の毛の負担も少ないかなと思って、まあ、そちらのちょっと固定をさせていただきました。極力ねダメージを抑えながら、ちょっとねハイトーンのブリーチの部分だったりとか、毛先の部分もツヤツヤになるように、していくということで、施術をスタートしていきます。じゃあ早速、施術に入っていくんですけれども、まずねシャンプーをしっかりとして、髪の毛の濡れた状態からトリートメントを塗布していきます。で、髪のダメージ部分だったりとか、あとは癖の部分を、ちょっとねしっかりと見分けて塗り分けをしながら、トリートメントを塗布していきます。で、塗布し終わったら温めるんですけど、こっからがねちょっとだけ時間かかります。温めだったりとかで、あとちょっとクーリングって言ってこうちょっと冷ましていく時間で、大体20分から30分ぐらい、まあ髪質だったりとかそのダメージ部分に合わせて、ちょっとその放置時間は変わってくるんですけれども、そのぐらいこうね時間を置きながらトリートメントを浸透させていきます。で、流し終わったらしっかりと乾かしていきます。で、しっかりと乾かした後にまず最初に、カットをやっていきたいと思います。毛先の部分は少しちょっと整えるような感じ、やっぱりこう伸ばしていくと毛先の部分がちょっと細くなってきたりとか薄くなってきたりとかするので、ある程度ね長さを揃えてあげることによって髪の毛のまとまりだったりとかがよく見えます。で、前髪の部分はまあ下ろしてちょっとね、目にかからないぐらいのギリギリの長さで少し薄めの感じ、まあシースルーバングに近いような感じですね。で、カットしていきます。で、この時にね少しちょっとパツン気味に前髪をすることによって、こうパツンとなってたのがより自然な感じに、ナチュラルな感じの前髪になってくれるので、わざとねちょっとパツン気味に切ってます。で、全体的に量感だったりとか調節して、で次にはアイロンを入れていきます。このアイロンが結構ね重要で、髪の毛の中の水分をこのアイロンの熱で飛ばしていく、そうすることによってね、まあ新たに髪の毛の中に結合ができて、まあ髪の毛のね、質だったりとかちょっと潤いだったりとか、あとはちょっとした癖だったりとかが伸びるような、感じになってきます。で、こうアイロン入れるとねこの湯気みたいなのが出てくるんですけど、この湯気みたいなのを出すっていうのがポイントになります。で、このままね、しっかりと前頭を丁寧に丁寧にアイロンを入れていくと、こんな感じに仕上がります。すごく綺麗じゃないですかね。この枝毛もなくなったような感じで、本当にね、ツヤっぽい感じになります。で、実際ね、3熱トリートメントをこうやった時に、アイロン入れたからこんな感じでツヤツヤになるんじゃないのっていう風にね、思われる方も多いんですけれども、僕も、実際これ3熱をやってもう1ヶ月以上、立ってはいるんですけれども、ツヤだったりとか枝毛だったりとかある程度は、収まってます。なので、まあ一回ね洗ったり家帰って洗ったりとかすると少しね、まあ、癖が強い方に関してはちょっと癖が出てくるかもしれないんですけれども、髪の毛の質感だったりとかそのツヤ感だったりとか枝毛だったりとかは結構なくなります。癖がねちょっと弱めの方だったりとかすると本当に結構ストレートになったりとかするので、かなり個人的にはおすすめです。で、実際にね、そのトリートメントの部分もしっかりとこう塗り分けながらお客様の髪質に合わせてやっていくので、結構ね、個人的にはかなりおすすめなトリートメントになるかなと思います。お客様にもすごく気に入っていただいて、またやりたいっ
っていうふうにおっしゃっていただきました。で後日ね、ご連絡もいただいて、次の日も快適でもう毎日が楽しいです、嬉しすぎますみたいな感じで嬉しいコメントもいただきました。皆さんもこういったね3熱トリートメントちょっとやってみたいよっていう方がいらっしゃいましたら、まあ僕、インスタグラムだったりとかリンク貼ってますので、まあ YouTube 上でもね、コメントいただけたら、お答えしますので、まあインスタでね個別で、まあ、DM いただいたとしても、お答えしますので、よかったらねご質問ください。今日は、3熱トリートメントのね、施術工程をご紹介しました。ぜひまたよかったら、見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。